合理主義哲学は17から18世紀の近代、哲学、認識論における一派、大陸合理主義、大陸合理論とも呼ばれる。大陸合理主義の思想的内容は、通常、当時のイギリスにおいて、ロック、ヒュームらによって担われていた、いわゆるイギリス経験論との対比で、ヨーロッパ大陸側の傾向として理解される。イギリス経験論において人間は、 経験を通じて様々な観念、概念を獲得すると考えるのに対し、大陸合理主義においては、人間は、生徳的に理性を与えられ、基本的な観念、概念の一部を持つ、もしくは、それを獲得する能力を持つと考える。また、理性の能力を用いた内政、反省を通じて、原理を捉え、そこから、あらゆる法則を演繹しようとする演繹法が、 心理の探求の方法とされた。17世紀、フランスのデカルトに始まり、オランダのスピノザ、ドイツのライプニッツやボルフ、フランスのマール・ブランシュなどによって継承、展開された。今日広く普及している西洋哲学史観では、18世紀にカントによって合理主義と経験論の総合が行われたという見方がなされている。大陸合理主義のルーツはスコラ学、 ひいては、アリストテレスや、ユークリッド言論にある。アリストテレスは、外然的な要素を排除した、真にして第一の前提から演繹的に構築される、厳密に形式化され、自己完結した体系的な、論証しか、学知としては認めなかった。そうであればこそ、学知は、他の経験的な思い込みとは区別され、信頼に足る、普遍的。 反通的な知の体系としての地位を保障されることになるという発想である。数学の基礎を築いたユークリット言論もまた絶対的な行理、好順をまず設定し、自己完結的に形式化された体系を導く構成になっている。これが西洋の学知観に決定的な影響を与えており、大陸合理主義もその延長線上にある。また、 もちろんこのような営みを可能たらしめるためには、経験によらずに、先天的にそれを進めていける能力、すなわち、理性が人間に付与されているはずだという、ある種の信念、信仰を必要とする。したがって、ここで言う、合理主義は、形式主義とか、完結主義、あるいは、理性主義などとも言い換えることができる、類のものである。逆に、フランシス・ベーコン、 イギリス経験論、自然科学などは、このような、拙速な、形式主義、自己完結主義、理性主義から離れ、着実にこの物理世界の、内実、真相に近づき、解き明かしていける道を求めて、踏み出していった流れであると言える。とうとう、我々が少し考えてもわかるように、この大陸合理主義には多分に、怪しさがはらまれているし、自然科学が発達した現代においては、 経験主義、実証主義の方が信頼に至るということは自明だと言える。とりわけこういった問題は、刑事上学分野において、深刻かつ顕著に現れる。実際当時も、独断論が乱立し、収集がつかない状態になっていた。そこで、イマヌエル・カントは、大陸合理主義から、理性に対する信仰を継承し、理性が実在することを前提としつつ、 その性質の批判から出発する一方、あらゆる認識は、経験から始まることを認め、しかしながら、理性の働き自体は、感性界のみにとどまらず、そこを超えた、英知会の自己完結的、道徳法則を生み出すにまで及ぶ、といった具合に、合理主義と経験主義のある、種の、折衷案を考え、大陸合理主義的な、形式性、自己完結性、そして、 理性への信頼、信仰を保全しようとした。そういった現実度外視の規範的、自己完結的な社会思想家、哲学者、あるいは進学者などを除けば、大陸合理主義の継承といえるものは、もともとそれと相性がいい分野、すなわち論理学、数学分野にしか事実上ない。とりわけ19世紀から20世紀にかけて、ジョージ・ブール、ゴッドロープ・フレーゲ、 バートランド・ラッセル、ルート・ビヒ・ウィト・ゲンシュタイン、ダフィット・ヒルベルト等々の人々による成果として、論理と数学の統合や、その、形式化が進むと、もはや論理や数学は、現実の物理世界との一致性や、実用性、意味、直感などを一切度外視した、形式的な、合理と推論規則のみからなり、物切れのまま情報空間に漂う、自己完結的な、形、 ゲーム軍としての要望を整えていくことになり、ある面で大陸合理主義、ひいてはアリストテレスやユークリトの正当な後継者としての様相を呈するようになっている。ありがとうございます。